して。マジ悪かった。いいじゃん、いいじゃん。うまいわ、解放。え？マジ？ピンク系が似合う。いいんですか？いっぱい持ってるから。ありがとうございます。高いものじゃないんですよ。すいません、買ってアリスにあげたいものがない、あげるものがないのが欲しくて、アリスになんかあげたいんだけど、アリスに今あげれるものがないのが欲しくて、なんかアリスもやるよ。アリスも？太ももとかでも18禁みたいな。ありがとう。パンツの上着が多いの。似合う。顔、大丈夫？赤くなってる。さっき水飲みな。大丈夫、大丈夫。お尻とかもね、やりていいからやる。俺はそれを面白いと思う。そうすると戦うね。あれですね、今日の目が完璧だから、帰るところが危ないから。戦ったってなるよ。死にたい。死にたい。さっきのだから、汚ねって言われたりするのも、なんか、なんか似たような色を使ってほしい。みんながタイ。のんちゃんはキャサでしょ。のんちゃんはキャサでしょ。なっちゃんいらっしゃい。どうも。お、だがさんわざつ。いえいえ、とんでもない、とんでもない。LINE ありがとうね。LINE 登録してくれた人は、あれね、名前を教えてね、フラッシュの名前。何か家では、家でメイクするときは、単色を3つ使ってる。俺の年齢 ?32。32歳。おう、みずきちゃん、こんばんは。今日はね、和道リスナーのオフ会で、もう2人帰っちゃったんだけど、1、2、3、4、5、俺含めて5人、で7人。そう。のんちゃん小さいよ。身長150センチぐらい。あー、見える、お疲れね、今日。お疲れ。何やん、和道ツー。アイシャドウをして、そうそうそう。内側にしてやると、タイになる。嬉しい。アイシャドウ。俺と LINE したらいいよ。あの、ふわっちのプロフィールページに俺の URL が書いてあるから、あの、ふわっちから来たなっちゃんだよって言って。で、エッチな写メ送ってきてくれたら、俺のテンションが上がる。普通に、ふわっちから来たなっちゃんだよって。ライナーだ、ライナー。ちょっと待って。ライナーっぽくするよ。なんか太くするから。やばい、まだ。やっぱアイシャドウでなんかね、次の企画は香川さんの大阪リアドスかな。おやすみ、ミール。ありがとうね。嬉しかったよ、来てくれて。LINE は全然、ふわっちのプロフィールページに書いてあるんで、プロフィールページ必ず読んでください。ルールが書いてあるんで。結構ね、プラでやっちゃってるから、マックにボビーですげえ、あれだよ、こう私以上にいい、いいやつ使ってるよ。あ、でも、風呂入りながら、手を嫌いなときに、こうやってパンでしっかり、だから、うまいんだよ、プロ。キャンドルするぐらいだから、それでもね、違うの問題、土台の問題。いやいやいや、そう、私でも土台めっちゃおっさんですよ。おっさんだよ。めっちゃおっさん。もっとおっさんいるから大丈夫。オッケー。カヤモンってなの。オッケーオッケー、いいよ。だから配信中は返信なかなかできないからね。配信なかなか。エロシャメいらないです。ミュールのエロシャメは結構です。若い子限定でお願いします。かわいい、かわいい。おっぱい、エッチな。こういうシャメを。こういうシャメを。それ何日か以内に。よろしく。アホしないで。あずみ。ツイッターもフォローよろしくお願いします。ツイッターもよろしく。本名を
若干だけど、根元がちょっとまったりやじゃん。すげえまったりやじゃん。もっと若干の違う色っぽい。で、あとはアイラインをかまぼこ。ちょっと目閉じてもらって。シャネルだよ、ね。シャネル。あ、かまぼこで。難しいやつだ。え、難しい。難しくない。あー、むずいですよね。メイクアップアーティストでしょ。ねえ、のんちゃんこんなに笑ってるの久々見たわ。おやすみ、なちゃん。フォローしてね、ふわっちも。あー、むずい、むずい、むずいよね。むずい。いや、プロでしょ。目つぶってこっち見られたら、チューしたくなる。これが、リフォーム。で、こっから解放がどうなるのか。前髪止めの。あ、なんだこれ、メイク配信が始まったんだけど。メンヘラガールズストーク。メンヘラガール、グータンヌーボーみたいになってるけど大丈夫？グータンヌーボーでしょこれ。あ、まだね、まだね。上まぶたに光る可能性があるから。確かになんか解放の顔はなんかメイクうまそうな顔だよね。なんかわかる。ちょっと待って待って、のんちゃんのツッコミが怖いんだけど。待って、え、太すぎだろこれ。解放いいね。次俺、次俺、それ面白い。俺を二重とかにするのある？二重の幅がなくなっちゃう。ある、大丈夫。ね、ちょっと俺もやってもらおう。解放下手説あるぞ。待って、ちょっと待って、待ってじゃないの、またねえよ。じゃあ今目開けると上まぶたにくっつくからやばいから今開けないで。え、ちょっとどう のんちゃんとかずみ。見て見て、マジで。え、でも私はそんぐらい引いちゃう。だから見開いた時に、目を見開いた時にグイって引くから。俺はこういう方が好き。こんぐらいの方が。で、私左目左で行くからって。私は全然ありだと思う。ありだよね。でもさ、ナチュラルに見せたいさ。私多分ノン、ナチュラルメイクではない。ノンちゃんと同じ気持ちないよ。ナチュラルに見せたいみたいな。あの、なんかちょっとライン細めでみたいなさ。待って、カイフォル下手説は嫌だそれ。自分探すのもいい。私はノンちゃんの実況を聞いて、こいつやばいと思う。こいつやばいと思った。で、待って、乾くまで、乾くまで待って、乾くまで。なんか、固定を送るものないかしら。いや、その、黒目のところをアーテにするっていうのは分かるけど。かまぼこ、かまぼこ。もともとかまぼこ目だ。メイクしないんだ。むしろ浅田舞、俺浅田舞よりも浅田舞に似てると思うよ。お姉ちゃんの方に似てると思う。ダメだし、ダメだし。のんちゃんから解放にメイクのダメだし。だね、目尻はね、もうまつげがしっかりついちゃってるから、垂れ上げるとだってこっちまで行くってことですよ。ふっと、なんでガタガタじゃねえかこれ。なんでむずいんだもん、シャネル。解放のメイクガタガタ。ごめん。これひどくない？なんかフワッチのノリスケのメイクみたいじゃん。え、でもこっち向いて。こっち向いて。どれ？こっち向いて。え、でも可愛いよ。どれ？こっち向いて。可愛いよ。こっち向いて。完全にさ、さっきの方がさ、綺麗だったじゃん、二人の幅とか。じゃあ俺もやってもらおうか。どう？俺のメイク見たい。太すぎたか、やっぱ。太すぎて、ガタガタやん。ごめんなって感じ。おい、解放お前。ごめん。絶対あれ難しい。でもね、あり。むずい、これ絶対むずい。いや、解放ちょっと、こっち来い。己解放。ごめん。じゃあ俺もやってもらおう。できないよ、これ。これできるよ。じゃあビジュアル系メイクにしてもらおう。ビジュアル系メイクに。じゃあビジュアル系っぽいメイクできるの？ビジュアル系、いや、やったことあるけど。あ、アイラみたいな。メイクパレットないもんだって。今日そう、メイクパレットが必要の。うん、だってもうこんくらいの A4 ぐらいのパレットに色がずらーって入ってて、で、アイシャドウがもうだから3種類。この基本的なのでは俺の顔作れないってこと？これだってお出かけ用の時の。作れるのか作れないのか聞いてんだよ。ウニューンと、何？二重にしたよ。
わかんないけど、いや、違う。メイクをしたいんだよ。わかってねえな、こいつ。ビジュアル系になりたいけど。わかってねえな。ビジュアル系だったらパレット。でもさ、めっちゃ二人の好きなの。パレットっすよ。じゃあいいや。いや、見たもん、ガタガタのアイライン。見たいのにね。ディスられまくりだ。いや、これディスってもいいよね。しょうがないよね。でも今の筆なのは難しい。むずい、むずい。ケイトのやつだったら私ちょっと好きだったんだけど。私ケイト持ってた。ビブルだって。サネル出されたらね、私はちょっと震えたね。震えたね。サネルはちょっと手ホワイトになっちゃう。スピッツいいよね。和むな。和む。スピッツ最高。直してるし。ごめんな。マジ回路下手だからめっちゃ硬かった。すげえ怒ってるわ。アリスブチ切れだわ。うん、のんちゃんのね、実況、私、目開ける前の、のんちゃん実況がさ、ふた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 の、のんちゃん言ってんの。ダメすぎない、夜中なんか走れないから、マジで。ごめんな、ほんとにな。夜中なんか走れない。なくなるからね、もう。マジで、ほんとにやばいな。たぶん私、のんちゃんとメイクの仕方がかなり似てるんだよ。あー、そう。何を言うと、ライン細めで、みたいな。私の場合は、なんかオフ舞台の場合は、ぶっ飛ばしないと意味がなくなっちゃうの、聞いてる意味が。そういうの適応するのがプロって聞いたんだけど。そうなんだよね。そこなんだよね。クレームが半端ない。解放にクレームが半端ない。あ、なになに？なんでもない。あ、耳が、耳鳴りがすごい。大丈夫大丈夫。じゃあ、アイシャドウやって。今、アイシャドウ、さっきやつ。はい。さっきのやつってことなんかやり直しがいい。ライン、じゃあ何だろう、このさ、濃い色をつけて広げていくじゃん。あ、私ね、薄い色からなんだよ。そう、女子会でしょ、どっからのみでも。女子会なのか、あの、モンスター育成クラブなのか、白から入れる。ポケモンの闘技場とも言えるし、女子会とも言える。それから濃い色を入れる。濃い色から塗って、こう薄くすると綺麗にグラデーションになる。あ、珍しい。なんかプロが。可愛いだろう。プロが。何言ってんだよ、ミスターフィック。こんなに可愛いリスナーいるのかよ、他の配信者。え、じゃあちょっと私、解放とメイク対決しろ。マジ、じゃあ高めですね。もうラインを引かせないけどね。ラインはね、ちょっと私も怖くなってしまった。目のマスターの方に今、白っぽいやつ。やっちゃおう。飲まないの？え？飲もうよ。いや、飲まないよ。飲もうよ。明日あるし。お前、いつまでいいんだよ。じゃあ今、いろいろ迫力ある。俺のポケモンたち余裕の規制になんかそういう余裕残すんだよね。さっき帰るって言ってたじゃん、お前。ちょっとこの機会にやるわ。えなかなか来れないからさ。あ、これで名前思いつくまでこれこれね。新野中今打ち合わせで忙しい。どうぞどうぞ、2人実況どう。はい、伝えなくなってくよ。どうぞ。うわー、のんちゃんです。やばい、伝えなくなってきた。ブラシある？ブラシある。二重の幅のところはホワイトの方が二重の幅が変えるんです。新しい才能開花してる。ハールさんにえよ。ダーッてやるやつ。だから2人の幅をバチンと生かしたい時は色っぽい方を次回の幅に入れた方が、あ、だから立体的にしてもらう。そういうこと言う。二重が目立つし、わーってなると俺電源切れるのしかねえからな。その構造変えるってなんて無理だわ。最高でそれが振り返る。夏だから今ダーッてやるよ。秋とかは濃くてもいいけど、夏とかは白っぽいのを入れた方が、消えていく二重みたいになってる。
実況版山と丸って丸丸丸って平和の頂点の丸丸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 ダメかなダメかなダメかなどう鏡切り鏡あ、いいや、ちょっとあ、いいや、女の子はでもいいよな、メイクでさ、楽しめるじゃん羨ましい、男メイクとかないもんダメかなほら、職人だから、アーティストだから、アリスはアリスは美意識高いから自分なりのがあるんだよ結局自分ですもう片目、どっちがいいかあるあるある、でも直されるときあるやっぱギャルの子とかこだわりの強い子とかの場合はアリスだってメイク上手いもん、うん、俺ほら、直しちゃってほらあ、ちょっとこっち解放はこっち私みたいな配信者速報ですえ、さっきひどかったよね、解放ねガッタガタだった。あれはね、自分で反省した。使ってる慣れてる道具はあるけど、それを言い訳にして。バタリアンとか言わないでください。俺の可愛いポケモンたちに。ポケモンねー。カビゴン。カビゴン。あ、あれだ、アイコスだ。素晴らしいステロンというローマンスで。キャサさんって何時から何時まで働いてるんですか大ファンなんですもう大好きでねさっきもねもうこの前なんか抱きついていいですかって言って抱きついちゃったキャサリン女性リスナー多いよね女性受けいいよねモテない彼氏いないの今彼氏見てもらえたね本気でですか今いくつ行かぬネタじゃなくてネタじゃないのマジでバージンバージンではないですバージンではないんかいバージンだとした25年間彼氏はいないけどバージンではないっていうおそれいいねなんか香ばしいね私の方がいいって大阪で配信者の爪を使って、俺もこっちの方が明るい方がいいと思う。かわいい方が、ね、バーを出す確かにってメイクアップアーティストに負けたんかい負け認めた明日のジョー明日のジョーアリスの方がうまい明日のジョーどうしたら彼氏ができるか？え、送ってでしょ？いや、自分から行かないでしょ？だからダメよ。好きな人はキャサリン来てよ。キャサリン絡んでよ。え？だから、キャサリンは俺タイプ的に絶対思うんだけど、いい感じになっても自分から言えない街のタイプでしょ？街街。でしょ？なんで行かないの？え、なんか関係崩れそうじゃないですか？だってさ、でもさ、苦しいわけじゃん。そうですね。秘めちゃうタイプでしょ。引きずるでしょ。引きずります。だってさ、やらなかったことに後悔するじゃん、告白しなかったら。いや、でもそうでもないです。なんか、多分その恋に落ちることがなくて、あ、かっこいいなって思われる。え、本気で人のこと好きになったことないの？ないです。ない。ないです。これから好きになるんじゃないの、誰かのこと。なりたいです。どう、なに、顔のタイプはどういうの？顔のタイプてか、あんまかそこは気にしなくて仕事ちゃんとしてれば仕事をちゃんとしてない人の前で言うセリフではないよいやいやいや何仕事配信業も仕事ですからああいいね配信業じゃあ配信者で言うとどんな人がタイプ配信者で言うならあえて言うなら誰でもいいよニコ生でもキャッツでもふわっちでも有名な人ですよね有名じゃなくてもいいよ誰だろう有名でもいいなんか配信者っても配信者って目でしか見てないああそうだよねなんか自分のこと知ってる人とは付き合いたくなくてああそこでも付き合うとしてもそのリスナー抱えてる人がいいなんか例えば仮想配信者と付き合って変な別れ方をしたら
絶対マクロされる、絶対されるだったら、大手配信者同士だったら、名前が知られてる同士だったら、お互いで秘密を逃げてる。私、もし暴露したらネタにしてくれるぞ、ちゃんと。そう仮想配信者スキルがないから、えぐいことを言うのよ。絶対言っちゃいけないこと。でも、大手配信者の安心感って、やっぱりね、面白いところをピックアップして持って言ってくれるから、本当かどうかわからない感じにね、そう、うまく言ってくれるんだよね。ネタにしてくれるの。だから仮想配信者とは付き合いたくない。おー。大手配信者だったら、じゃあ誰だったらいいなと思う人。仮に、ここは和野さんって言うべきなんですか？違う、そういうのはいらない。そういう気遣いは大丈夫よ。誰だろう、なんかそういう目で見たことがないんで。例えば。誰がいいかな。誰やブルーバード乗りたいと。あんまりいないよ。じゃあ芸能人に変える？配信者。芸能人だったらカトゥーンの上田達也が好きです。帰れ。いやーなんでそういうの。仕事しろ。追い出されちゃった。カトゥーンとかねえわ。追い出されちゃった。やってねえよそんなの。ジャニーズとかダメなの。好感度が下がったわ。そんなことないですよ、ジャニーズ。イケメン食いじゃねえか、ただの。憧れと好きなタイプは違うんだよ。違うの？違くないですか、ワドさんの。俺は、あんまり年齢重ねてくると、なんか見た目とかじゃなくなる。あ、そうなの？居心地のいい人とか、そういう感じ？一緒にいて空気感があって。全然。もう全然。楽しい人がいい。これポケモンにしてくれんだよ。俺のポケモンだから。いいだろ？いいだろ？深夜中いるしね、目の前にね。エンジンかかってきたな、向こう。いやいいね。はい、若津社太郎さんいらっしゃい。今閲覧何人？それ200人ぐらい落ち着いてきたね、いつも通り。安定の200。2時だもんね。まあね。だし、こっから今どんな感じだろう、見てみようか。今3位だ。そう、ドルさん始まった。静かになるよ。まったり枠だから基本的に、うちは。すいません、カルアミルクお願いします。お客さんね、いるよ。あ、そうなの。あ、茶太郎全然見れなかったんだ。沖縄から帰ってきた。沖縄でね、国際通りで切ってきたよ。いや、切るよ。ツートンカラーね。え、わかんない。似合う？わかんない、誰だろうそれ。え、ももくんと寝たの？え、寝てない。エッチしてない、ほんと。配信者でエッチ何人とした？リアルだな。いるんかい？リスナーはゼロ。リスナーとはやんない。配信者誰？言えない？はい、全然言う。誰？今名前変えて、腕剣ってやつ。腕剣？なんか美容師。腕剣って人とやった。 3P は付き合っちゃいけないんだよ。えバンドマン、美容師、バーテンダーはダメなんだよ。でも今それよりもダメなのは配信者だよね。昔は美容師、バンドマンとかあったけど、配信者こんなのと聞かないよね。うんうんってリアルだよ。お前のうなずきはリアルだよ。これだから。どっち見んだよ、お前。配信者と付き合う苦しみを知ってるのはのんちゃんでしょ。何が大変で何がいい。いいところが悪いところよ。いいところ。配信者と付き合っていいところ。こっちおいで。これ聞きたいよね、リスナーさんも。
配信者とお付き合いしていいところと悪いところ聞かない？いい感じ。みんなも聞きたいでしょ。カメラ入んないで。みんなに言ってあげて、シェアしてあげて。これいいところは画面でいつも見れる。好きな人がいつでも会えるんだ。いつでも会える。ダメなところは。ダメなところはコラボしまくる。なんでコラボしてもさ、別に何もないじゃん。何もなかったじゃん。なかった。本気で何もなかったじゃん。ムロ？いや、だって普通しかしよ、今まで付き合ってたら、もう2人では女と食事に行くのも浮気っていう。え、何？のんちゃんは何？女の人と食事に行ったら浮気って考えたの？そう。寂しい。寂しくない？例えば会社の飲み会とかは？それ2人じゃない。あ、2人っきりで食事に行ったら浮気なの？そう。あ、寂しい。でも気持ちは分かるわ。配信が仕事だから、その仕事中って思えば、そう、カメラが回ってないところだったらそれは分かる。それはそうアウトだと思う。ありがとう。カメラ回らない部分、新しい言葉でさ、カメラだ、カメラ回らない部分あるよ。それ人間だもん。でも移動とかの計算したら分かるぞ。あ、そうなんだ。チョッパ屋でみたいな。3人でさ、美容師、バーテンダー、バンドマンダメじゃん。だから 2H で、配信者とホストは、何、付き合っちゃダメっていうか、だから、行ってらっしゃいって、行ってらっしゃいって、女の子とこれからいっぱい絡んでくるって言っても、おい、いいよいいよ、楽しんで行ってらっしゃいっていう。俺ね、ベンジョ太郎さんが言ってたのが、すごい名言で、あの、リスナーさんとパコるときは金もらえって言ってたんで。金もらったらなんかさっぱりするから、あのリスナーさんとパコるのは金もらうのが正しいって言ってた。なんかすごい、それをね、あのベンドさんは荒野に言ってたの。おい、リスナーとパコるときは金もらえよって、それが一番いいんだよって。食べないだから、ネットで食べないの。あ、じゃあ、いただきます。ありがとう。大好きなの、マハム。ネットホストとは違うから。だってベンド太郎さんホストではねえだろ。のんちゃんちょっと太ったね。2番目の旦那さんホストだったけど、あ、ホストだったけど、それはそれで仕事は仕事にも行かない。はいはいはい、ちゃんとアフター行ってくるねって言われたら分かった。うん、あ、広告もあるんだ。帰ってくるのは絶対うちだから、ね、でもさ、例えばさ、ぶっちゃけよ、ホストの人ってセックスするのも仕事なわけじゃん。で、絶対パコってるわけじゃん。OK。OK。あー。それがお金になって生活費になる。あー。その性欲の1回ぐらいだから。だって、しかもさ、正直よ、ホストの人に友達いるから聞くじゃん。セックスしたくてしてるわけでもないわけだ、彼らは。そう、例で仕事でやってたの。仕事じゃん、ぶっちゃけ。持たないことも結構ある。あるんだ。まあ、飲んでるしね。おー。それ、のんちゃんだって、発表してると思うよ。じゃあ、のんちゃんはね、ピュアなのよ。もうね、本当にね、お嬢だから。中学、お嬢様なの。そう。お嬢なの。で、ほら、埼玉のね、一戸建ての、まあ、ちっちゃい一戸建てだよって言って、うち、もしよかったらね、メイクでもね、でもしながら来てって言って、のんちゃんって遊び行っていいって言ったら、一戸建てが箱入るような、何、道路が、門から道路があるって聞いて、びっくりしちゃった。それはね、あんまり放送に載せちゃいけないやつ。ごめんなさい。あのね、のんちゃんの家は結構低く。全然寝れない。女性、解放配信者、アリスちゃん。ニコ生がメインでふわっちもやってるアリスちゃん、解放。ひらがなで解放。アリスちゃん。で、のんちゃん。のんちゃんはリスナーさん。かずみちゃんはやってるんだよね。ふわっちであとかずみちゃんが今映ってないけどやってる。あ、そう、お金をちゃんと家に持ってきてくれるんだったらっていう考えなんだ。のんちゃんピュアなんだよ。無理無理か、うん、でもまあいろんな価値観があるからね。いろんな価値観が。はい、ロハコさん、ワード2、うん、エロワードって何。エロワード、
どうだろうな。おお、ありがとう、ありがとう、もかもかさん、いつもありがとうね、ヤバーガー、ありがとうございます。なんだろう、でもね、俺ね、思うんだけど、男は浮気はするのよ、浮気はするの。でもね、女の人の浮気は俺本気だと思ってる。わかる、これ女の人って浮気した時って本気じゃない、遊びでできるタイプ。なんか、あれ好きな人に一直線だから。ああ、一つなんだ、うん、でも、ああ、はい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 、はい、そっか、あそんな感じする。もう他の男に行かなそう、一回もないでしょ、浮気の。あるんかいあるんかいあるんかい、今の流れであるんかい。未成年の頃な、未成年の頃、若かりし頃ね。若い時あったよ。なんだよ、メンヘラだよ、やっぱり。こいつら全員メンヘラだわ。呪いの言ってることとやってることが全然違う系女子。でも女の人の浮気は俺本気だと思ってる、基本的には。だから、遊びできる、それ大人だからだよ、かずみちゃんが。いやだ、大人なんて大人とも言えるし、見た目28歳なんです、まあ、いや、19で欲張り。明日も僕、歌舞伎町のイベントですが、終わり22時半頃。明日の22時半か、いないっす。うん、明日郵送作業やってます。アリスちゃんのさ、カズミちゃんのさ、あ、メンヘラにさせる男が悪い、名言だね。あ、アリスフォローしてるんだ、ありがとう、モカモカさん。モカモカさん、なんだろうね、いいね、グータンヌーボーいいでしょ。ガールズトーク、グータンヌーボー、たえもない恋バナを永遠と続ける番組。見てるよ、見てるよ、見てる、見てる。理想の男ってどんなの？最高の理想の男ってどんなの？男の理想系っていうか、かっこいい男っていう、いい男の、まあ、条件じゃないけど。なんか顔が全部、え、顔でまず選んだ。お前引っ張ったかれたよ。いやいやいや、そういうのよ、好みあるけどさ。いや、世界で一番かっこいいっていうの、これ冗談じゃなくて本気でそう思ってる。本当なんでしょ。ほら、お前失礼だぞ。お前失礼だぞ。いい男の条件、のんちゃんは顔、かずみちゃんは、いい男の条件。俺はね、歯が綺麗な、仕事と友達を大事にできる。はい、なんか揚げまんっぽい、かずみちゃん、なんかなんかすごい揚げまん、なんか男の仕事応援できそうな。アリスは、いい男の条件、優しい。ヤサオが好きなんだ。お前あれだよな、ホストに金見つくタイプだよ。いやー、ダメなんだよね。男に見つかないじゃん。見つかない。金なのか、いつでも見つかない。ホストクラブ通ったことはない。はい、俺がホストだったらアリスカモにするもんな。俺がイケメンのホスト。優しいって何？男の優しさって何？男の優しさ、なんだろう、ちょっと気使ってくれるだけでいいんだよね。例えば、例えば、なんだろう、買い物袋持ってくれる。それ当たり前じゃない？それも当たり前だったから。もうもっと欲しい。だって買い物袋を持つなんて当たり前だよね。ウルトラスだから。何どういうこと？あと、歩くとき歩幅を合わせてくれる。あ、俺無理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 。わかる。だって今日来るときずっこけで破れちゃった。え、かわいそう。早く歩きすぎって、普段履かない人が行けるから、おしゃれ。いや、普段もすっごい早い。俺忍者かも。ありえない、ありえない、ありえない、やばいやばいやばい。おお。歩幅合わせてくれると嬉しいよね。嬉しい。あとさ、なんか、どう、なんか、こう、車危ないみたいな感じでさ、こう、こう抱き寄せられると、あの肩寄せられてしまう。そう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 、それ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 、それイケメン限定でしょ。いや、イケメン限定
苦しいの。行動がイケメンなんだよね。そう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 。え、そしたらなんかイケメンに見えてくるし、そう、だん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 。でもそれはあるよね。あの、さ、男が不細工で女の人美人って美女と野獣はあるじゃん。逆はないんだよ。だから、女の人美女は多分見えてるんだろうね。この人の心の良さがイケメンに見せてるっていうわけ。で、好きになった人が一番かっこいいやん。確かに。かがなおこ？ねのちゃん。男の優しさは嘘を突き通せる人。チャラいなぁ。女子会和光くんいらっしゃい。アリスのアカウント知りたい？いや、アリスコメント打ってたよ。アリスコメント打ってたよ。打ってたよね。打ってたよ。そう、辿ってごらん。アリス、コメント打ったからフォローできるよ。打ってあげればいいよ。打ってあげれば。もう一回やってね。シンパルさんがフォローしたいって。その人大好きなんて半端にね、逃げ返るから。おい、お前マジ許さないから、おい。おい、ゾウさん、お前。で、マジ、ほんと、お前ツイッターもゾウさん関係ない。お前マジ許さないから、お前。おい、ステーガンステーキ。おやすみ。また明日。おやすみ。誰がお前何佐野さんの店まで行くんだよ。追い返された半泣きで逃げ返ったやつぶち殺すのよ。てめえだけ丸々見せたんだ。おやすみ、なんなポンスケって佐野店に飛ぶしてそれに取り付けられた半泣きで帰ってもらえてもらえない。こいつだけはマジで夜中配信やると思いますかね。いや、俺あんまり予定を組むのが嫌なんですよ。自由になりたくて配信者になったのに、何時から何やりますっていうのって、いや、サラリーマンやれよって思っちゃうのね。いつも言うんだけど、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやりたいから俺この職業選んだので、1時間後に何やるんですっていうやつ俺信用できないの。お前ロボットかよみたいな。1時間後に何やりますって、お前ロボットかって思っちゃうから俺は嫌だ。なんか自由にいたい。明日何やってるか明日考える。やりたいことをやる。おやすみ、黒バス欲しい。はい、アミちゃん風船ありがとう。俺はもう予定組むのが苦手、本当に。アリスありがとう。あ、アリスのフォローする人、アリスこれね、コメント、アリスのボブは可愛かったよ。あれはグッときた。絶対ロングのがいい。俺はショートの女の子が可愛い。それに合わせてさ、ここまでしてくれるのんちゃんのがいい女だよ。ジョキジョキ切られたから、ジョキジョキ俺が切ったんでしょ。やばい。え、でもあれうまかったよね。あれ結構 ね意外とセンス。だってビヨンさんから褒められたもん。俺結構センスあるんだよ、そういうの。ジョキジョキ切って黒髪それた。ちびこちゃんなんか最近めちゃくちゃだよね。はい、何週間ありまして、久しぶり。え、のんちゃんこれこれの枠にトツかけた？かけてないってよ。かけてないって。みどりさんの枠には電話してたよね。みどりさんとか、あと誰だ、どれさん上がった？上がってないか。多分みどりさんに連続してたよ。なんか30万騙されたとか、和道っていう配信者になんか結婚詐欺をされたとか言って、なんか暴露枠されてたよ。元気だよ。何週間ありまして、何やってたの、どこ行ったの。最近来なかったよね。嬉しいよ、来てくれてありがとう。お腹すかない。食べ行く、どこ。そういう感じ。それともここで食べる。これ食べてみる。フードあるよ。チャーハンで。フードメニューもらう。これだけで。あれがアイコンのチャーハン。すいません、そう、あれがチャーハンのランド。呪いのチャーハン。あ、フードメニューいただきます。同じだけだと。違うものが。ここで毎回 YouTube。フードメニューです。あるぞ。女子たち集合。のんちゃんの画像だった。声も似てた。まあまあ似たもんでしょ。ユナチおやすみ。ユナチ好きなんだよ。俺ユナチの顔好きなの、タイプなの。ユナチ可愛い。相変わらず回ってんだ、いろんなの巡回してんだ。今誰ハマってんの。まあでもね、俺の枠はね中毒性あるからね、
ぐるーって回ってね、帰ってくるよ。なんだかんだ安定感はあるから変わんねえな、ワドーって。で、またどっか行くんだよ。だから、ロングで見たい人はね、いつ来ても俺の配信。俺のね、放送は。呪いのチャーハン。あと、ポザー分かりました。呪いのチャーハン。ここでチャーハン食うとなんか伝統みたいになってきたもんね。チャーハン食うと事件が起こるから、せっかく来たから食べてみたいよね。ね、本当だよ。でもね、美味しいよ、ここのチャーハン。アイルさん、風船ありがとう。あ、ベンジョさんは安定感あるね。ベンジョさん面白い。ベンジョさんの枠好きなんだよな、俺も。ベンジョさんお兄ちゃんって感じよ、俺。ベンジョさんが兄貴だったらすげえよかった。俺の中で。わかるこれ。ベンジョさんがお兄ちゃんだったら、なんか遊んでくれそう。俺、長男だからさ、あんな兄貴憧れる。ベンドさんお兄ちゃんだったらいいな。わかるっしょ、ベンドさんお兄ちゃんだったらいいな。チャーハン女子会っすね、リスナーさんだね、みんな。で、それぞれ配信者、カイホーも配信者だし、アリスも配信者だし。はい、こんばんは。それ、あ、カリ来た来た、カリスマさん久しぶり。俺、違うんだよ、挨拶行こうと思ってたけど、あんま邪魔したくないなと思ってて。そう、復活おめでとうございます。最近放送全然やってなかったよね。本物かなこれ。どうもー、パイセンっていうかカリスマさんの方が。これカリスマさんだよね。カリスマさんだ、カリスマさんだ。お久しぶりっす。もう4年ぐらい経ちますね。頑張ってますよ。みんないなくなってる中、這いずり回ってますよ。嬉しいっす。復活おめでとうございます。また絡んでください、ぜひ。ニコ生の時だいぶお世話になって売名させてもらったんだいぶ。ないよ。クリスマさん懐かしいね。ソレイケカリちゃんに名前変わったんだ。やべ、足がすげえむくんでる。懐かしいよね。なんか時代変わりましたよ、本当に。配信もキャスがもうニコ生抜いて、キャスがもう5倍ぐらい配信者もいる、リスナーも多くなって、で今そう課金サイトとかができて、ではロム線よかった。もう流れだいぶ変わってますよ。配信会良くなってますよ。配信さ、名前カズミだよ。お化けマークに、お化けマークひらがなでカズミ。今教えてあげれば、今携帯で見せてもらえなよ。やっと検索してもらえなよ、これだよって。じゃあ今ね、8% ぐらいしかなくて、充電が。アンドロイド iPhone? アンドロイド。アンドロイドだったらコンセントあるな、ここさせるよ。コンセントもないんだな。あ、あるよ。え、配信者はみんな持ってるよ。ありがとう。買いな、常に持ってな、ね、いつ神会が起こるか分かんないから。あ、いいね、クソほど可愛いけど、配信してる時めちゃくちゃ可愛いけど、
めちゃくちゃ可愛いんだけど、ワルさんの枠に入る枠でつぶやいてもらった。あ、つぶやいてもらった。うちの枠で、俺の枠で、アリスだよ、アリスだよ、カズミだよって言ってもらって、これ、あの、起動した画面。何で違うの？大阪の。見ていたけど。大阪の。帰ったらね。うーん、やば。行ったよ。3日間で出入り。いや、1位見ましたよ。稼いでますね。太いっすね、やっぱ。カリスマさんのリスナーさん。マンスリーもこれ上位行くっしょ。マンスリー5位。やば。焦ぐなぁ。俺マンスリー15位まで落ちちゃったよ。マンスリー15位に落ちちゃった。弾みだよって言ってた。すげえな。太い囲いがいるんだ。太い囲いが。なんかどれくらいある体感で。30秒ぐらい。そう。いや、これ何秒後に出るか教えて。おい。よかったな、マジで。パッてよ。よかったな。フラッチが重いんだから。20秒ぐらいか。まあまあまあ、しょうがない。ヒットレア更新とか重いな。年齢出るから。190人ってコメントこんだけないのと、どんだけだよっていう。みんな名古屋見てんだよ。相変わらずだよな。みんな潜り。出ない。キャリーパンダみたいな感じで。ダメだね。タバコ平均まだ。まだあるか。いや、もう帰れよ。あともうちょいしたら。もう2時じゃん。郵送作業をしないといけないから。あー、手伝うよ。いいよ、大丈夫。じゃあ一人に行くわ。固定止まってると思う。そうしようか。野鳥いるよ。女子会詐欺。何、どういうこと？サミット会議。女子会2017サミットです。あ、こんな可愛い充電器あるんだ、ね、これなんか7回充電できるとか言って7回もできないのに、このすっごい重いんですよ。それ色違い持ってる。メルカリで買った。メルカリで買った。騙されたメルカリ。メルカリすげえよな。これで1300円くらい。安っ。何回できる？2回ぐらい？3回？一応売りは7回って言ってるけど、フルで2回、3回。ありがとうございます。あとウーロン茶とダメージ。わー、アリス。あー、全然。ウーロン茶も食べたね。いいよ、食べよう。食いしん坊2人で。あ、ツイッターフォローありがとう。このメンバーっていうか、まあ大体おっかいいつものメンツだよ。ミュール、たくみさん、レクシー。この3人は必ずいるっていう感じで。ニャーとかユーとか、で、まあ、カイホー、アリスとか、カズミちゃんとか、のんちゃんもたまに来るぐらい。大体いつものメンツ、おっかいメンバーは。だから全然安心できるよ。やばい。今日、お前。お疲れっす。お、シューマイさんいらっしゃい。シャスバーグ、メニューある？シャスバーグ。大丈夫。うん。あ、呪いのチャーハンいただいてます。大丈夫。もっと、あ、じゃあいいよ。
メニューあるよ、フードの。フードメニュー、フードメニュー。なくなっちゃった？あ、あったあった。ドリンクはカクテルいろいろあるけど、結構あるよ、フード。フライ、ね、上からいこうか。チョコレート、枝豆、ミックスナッツ、漬物、ソーセージ盛り、ペッパーポーク。で、ソーセージ盛りよく頼む、俺らは。うまいの。で、フライ系は、フライドポテト、イカリング、メンチカツ、アジフライ、アジフライ超うまかった。カキフライ、エビフリッター、タコの唐揚げ、鶏の唐揚げ。鶏の唐揚げもすごい美味しい。で、食事系ね、ご飯系は、まあ普通のご飯、チャーハン、ビーフカレーライス。で、チャーハンはなぜか鉄板メニューみたいになってるね。で、夜中のカレーうどん、シーザーサラダ、カルボナーラ、で、クリームパスタ、カニとトマトのクリームパスタ、で、マグロ丼もあるらしい。デザートはチョコアイス、抹茶アイス、バニラアイス、チョコサンデー、特製ブラウニーがけアイスとか結構あるよ。1000円のマグロ丼俺も見たことない、頼んでるの。でも結構押してるんだよね。結構押しのメニューらしいよ、マグロ丼は。いやでも場面上ね、チャーハンは有名だよね、ここは。結構アイコンのサービスなんだから、見てて。そう。いや、拡張で安いよ。だって飲み放題1時間1500円、2時間目は1000円だよ。で、テーブルチャージが500円だから、2時間いて3000円で飲み放題よ。やばくない？ドリンクはめちゃめちゃあるよ。まあ、本当に居酒屋ぐらいあるよ。こんな感じでバーってあるから。カクテルも一通りあるし、何でもあるって思ってもらっていいよ。あれでもある。何でもある。お酒言うても新しいよ。飲み放題がおすすめかな。みんな飲み放題で飲んでる。安いでしょ。歌舞伎町でバーで。朝までやってて、2時間で3000円。3時間で4000円。安いよ。で、有名配信者とかいるんだぜ。で、みんな絡んで、ワイワイやってるんだよ。で、カウンターで一人で飲んでても、店員さんとかも話しかけてくれるし、そこそこキャサリンとかさ、配信者もいるわけじゃん、店員さんで。飲み放題が多いかな。俺飲み放題以外で、まあ、来ないかな。まあ、おすすめだよ、本当に。で、なんかカウンター同士で、誰のリスナーさんなんですかってなんか出会ってる人もいっぱい見てる。俺ほらヘビーで来るからよくカウンター見てるけど、なんか女の人とか同士で、誰々リスナーで、あ、かっこいいよね、とか。アリス、アリス、お世話いらっしゃい。いや、来た方がいいよ、本当に。ぶっちゃけ配信でこんな理解、そう、これが事件になるから。このチャーハンを奪い合ってみんな喧嘩をする。でもね、食べないって言ってのんちゃんが爆食いするかもしれない。これ一人でガーって食いる。のんちゃん食い意地張ってるからね。こんな感じ。北海道ね、オーナーに北海道に出してってお願いしたよ。で、結構ね、その業界の人とかもいるの。そう、配信のスタッフさんとか裏方さんとかも飲みに来てるから、意外な裏話とかも聞けるよ。あの配信者ってどうなんすかとか、ニコ生とかの公式の人とか、アベマの公式の番組持ってる人とかも来てて、裏話すごい聞ける。業界の、そう、配信業界の裏方の人ね。スタッフさんとか。あ、すげえ面白いよ。俺もここで話せない話いっぱいここで聞いたもん。放送じゃ話せない放送の、例えば誰と誰がリアルで付き合ってるとか。そういうのが聞けるよ。のんちゃんいるよ、警部いらっしゃい。そう。のぞみじゃないよ、のりこね。レンチンだったらこのうまさ出ない気がするんだけどな。いやいやいや、金牌さんもっていうか今こんな感じなの。この席でだいたい配信やってんの。この席で今ポンスケさんがやってんだけど、そう、角席にパソコンとかが置いてある席があるの。こうやってマイクとかさ、かここだけだよ。あとはカウンターでみんなしっぽり飲んでたりとか。面白いぞ。カウンターでこうやってみんな飲んでたりとかさ、こうやって普通のバーだよ。配信ブースがあるだけで。
配信ブースがあるの。ここで配信やっていいですよって。だからパソコンとかも用意されてんの。カメラも、フル 4K のやつ、ちゃんとしたやつがあって。いいよ、すごくおすすめだよ。配信が好きならね、一度は来るべき、東京に来た。普通のバーと、普通に、で、例えば動画で誰々の動画見せてって言ったら、カウンターのテレビモニター3つあるし、ここにも巨大モニターあるでしょ。で、ここの上にも巨大モニター、モニターがいっぱいあるから、誰かの生放送を見たいとか、その、何の動画流してっつったら、流してくれる。喧嘩私止めたよねって言ったぞ。わかんない。綾之助さんわかんない。全部の放送見てるわけじゃないから、俺配信者だから他の放送見れないから。1日12時間ぐらい配信やってんの、自分の配信。モニターもいっぱいあんのよ。壁中モニターなのね。だからここの上もモニターでしょ、ほら。モニターがいっぱいあんの。だから動画とかも自分の放送を流してもらったりもできるし、海宝もいるよ。海宝もいるよ。海宝でーす。どうもでーす。よろしく。結構まあ一日張り込んでたら、まあ、有名配信者絶対来るよ。そうそう、カラオケ、ジョイだっけ、ダムじゃなかった、ジョイサウンドだね。そうそう、カラオケもあれだよ、込みの料金だよ。カラオケ別途料金かかんないよ。こんないい店ないよ。配信好きが夜な夜な集まるの。で、朝まで飲めんだよ。居心地いいよ。もう配信者からすると夢のお店だよね。夢のお店。あ、たまちゃん、たまちゃんとあいこさんが喧嘩した現場もここだね。たまちゃんだね、たまちゃん、ここここ。数々の神会がここで起きてるからね。ポケモンの教育ね。すいません。はい、全然わかんないからさ、教えてもらうとありがたいと思う。あなた、今、ね、当選したら700人か800人か。もう800人から嫌われたって言うんですよ。うるさいよ、ミュージックビデオって肩したいけど。今月飲んだよね。美味しかった。ハマちゃんの喧嘩止めて、いや、それは分かんない、知らない。東京行ったらね、絶対来た方がいいよ、ナミヤ。こうやはね、そろそろ帰ってくるからね。まあここで入り浸ってるだろうね、多分。そう、のぞみはあの鮫島のお姉さんだ。のんちゃん、のんちゃんはのりこ、のんちゃんは。まああののぞみと喧嘩して。なんか朝起きたらのぞみ家にいたけどね、のりこと喧嘩してたの、これと。朝起きたら、だから、配信、なんでやめよ、なんでわかんないの、のりこさんさ、なんで、なんで、なんでそうやって一言裏切るのとか言って、どっかで聞いたことあるな、この声、と思って。鮫島が俺の部屋にいたかんね、のぞみが。そう、別の人、それは。同じのんちゃんでも全然違う。のんちゃんだったら好きじゃない。あ、一回も来てないね、そういえば。鮫島のぞみがここで飲んでんの。あ、あるか、一回あるか。あ、だね。1万円もらった時ね。はいはい。一瞬で手のひら返したやつ。さすがだよね、本当に。手のひら返し半端じゃないかな。サラちゃんの手も完全に消えちゃったの。え、誰？サラちゃん。
え、やめたの？え、でも配信してないよね。バンだよ。バンなの？キャス行ったんじゃないの？キャス？今やってる。やるでしょ、あんだけもう一回うまいって見たら、美味しいわ、覚えたら。全くやってないよね。あ、そう。だから、アイコが、治療費の請求とかどうするんですか？診断書までそうなってるんですか？キャサリンいるよ、キャサリン店員さん。こいつ同じレベルで喋れるか喋れないかみたいなことを考えたら、喋るか喋れると思う。いっぱいいると思うよ。いっぱいはいないと思うけど、一部いると思うよ。あ、やっちょとコラボするって。たまさん。あ、そうなの。たまにやってるってよ。配信。フォローありがとね。よろしく。あやのすけさん。よろしくね。あ、ちゃんまん？アドちゃんとやれ。ウィスウィス。なんすかちゃんとやれって。ウィス、お疲れっす。あ、それ言われてたの見たよ。レジェンド来たわ。うん、ちゃんまん、本当だと思うよ。お疲れ様です。ちゃんまん本物でしょ？なちゃんまん。本物。わあ、すごい。あ、お疲れ様です、ちゃんまん。お疲れ様です。ちょっとタイムラグがすごくて。頑張ります。あ、月末大阪行くんで、もし、ご都合がよろしかったら、で、構わないんで、気分が向いたら構わないんで、挨拶だけでも、配信外で、挨拶させてください。よし、頑張ります。よし。ありがとうございます。来ねえでいいよ。いろいろあるんすよ。いろいろあるんすよ。よし。ありがとうございます、こんな枠に。ありがとうございます。喜んでます。ちゃんまんが今。あ、ちゃんまん最近私の枠来てくれた。嘘、来てくれたわ、アリス。そう、あ、ちゃんまんアリスだよ。ありがとう。例えば、こういう風にしなきゃならない。ありがとうございます。それに期待にならない。コネでいいよ。みんな可愛いな。これが一番おすすめの。女です。ポケモンです。解放です。よろしくお願いします。ちゃんまんどうすか？今、一番おすすめの、一番おすすめの女なんですけど、どうすか？ちゃんまんのコメント見たい。ちゃんまんのコメントみんな可愛いなって。あはは。なっちゃった。おいちゃった。舐めてんのかって。10時間。ちゃんまんでも最近、ね、羽振りいいじゃんって女もモテモテだよね。あれ笑ったんだけど、知ってるパンツ脱がしたやつ。あれ、パンになったやつ。あ、そう、あれ最高に笑ったよね。なんか、ドレさんが聞いちゃって、おい、どれよ、見ろよ、つって、おいって、おせみつ。あれもう超笑った、俺。あれ超面白かった。そう。あれ見てた？生で見てない。動画？うん。あれ最高だったよね。うっせぇよ。そう、具が見えちゃった。お尻だけだったんだけど。ハクミちゃんさ、もう一回来てくれる。それでやっとどうにか。今ね、やっと立ち上がった。ニコ生でマリオクリアするわけが濡れませんみたいな感じでやってて、なんかそんなの神回の話をうちの枠でしてて、うなちゃんマンがいて、それで枝豆うなで検索するとすごい面白いの出てくるって。そうだね、枝豆にはもったいねえでしょ。そう、目玉目の話さ、要はゴロンってゴロン、あれはだってもう知らない人いないぐらいよ。あ、そうなんだ。知らなかった。知らなかった。じゃあふわっちで一番最初に神回作ったうなさんで、ちゃんまんが筑前にね、すごかったよね、あれ。そう、ね、リスナーさんから筑前煮の作り方をこうレクチャーしてたら、里芋入れる入れないで大揉めになって、すごい面白いの。だから、うなちゃんまん筑前煮もおすすめだよ。なんか、うなちゃんまんが本気で恥じてて、これ死んだ方がいいかな。
俺死んだ方がいいかな。本気で初めてとかじゃあれは神回だよね。あれは神回。あれは枝豆にはもったいねえっていう。何回見たの？何回見たかね。配信好きな人ならみんな見てる。あ、楽しくやります、ありがとうございます。おやすみコロンさん。そう、ドブ1、ドブ2とか、あとカニ踊りとかね、嬉しいな、嬉しいなって、いろんな、いろんなのがある。もう何個神回あるんだっていう。そうだよ。あ、じゃあ、あ、知るわ。ありがとう。あれ、カズミンもあれ言ったんや。すげえよな。ちゃんまに憧れてこの世界入ったからね。配信やってよかったな。どんだけ動物に張り付いてた。ね、面白かったよね。まあ、今でも面白いけど。今でも面白いけど。ね、まあバールスケも全部含めてやっぱチャンマンワールドなんだよ。面白い。ありがとうね。すごい助かった。本当ありがとう。だって俺本当にこれネタじゃないんだよ、マジだよ。あの警察に捕まったの、新宿警察署に。あのそしたらなんて言われたかっつったら、これマジなんだよ。なんかお前配信やってるらしいな、配信中になんか悪さしたのかっつって、はーいっつって、俺佐野智則の担当デカなんだよっつって、ベテランデカが自慢して帰ってったからね。新宿警察署、俺さ、うなちゃんマン知ってるかっつって、いや知らない人いないっすよっつった、俺担当デカなんだよっつって、すごいっすねっつった、なんか気分よく帰ってったからね。新宿に新宿にちゃんマン担当のデカがいる。シャンマンが新宿で悪さをするとお世話になる人。いや言われましたよ。なんか自慢げでしたよ、あの人、あの背の低いおっちゃん言うなって、すごいよね。あとね、俺あとね、立川で なんかでやっぱ職質受けた時に、お前佐野智則って知ってるかって、バール怖いだろって、ああいう風になっちゃうんだぞって警察官みんな知ってんの。お前ね、インターネットで悪さばっかりやってると、お前バールで突撃されんだぞ、つって。インターネットで怖い思いをする例えは全部ちゃんまんなの。すごいよね。公務員御用達なんだよ。俺笑うもん。毎回ね、警察で厄介になるたびにね、思う。ちゃんまんすげえ。いや、みんな好きなのよ。みんなやっぱ好きなの。見て笑ってんだよ。多分なんか、あれじゃない？なんか、上の警視庁かなんかからさ、ちゃんまんの動画見ろって言ったら、伝説かなんか来てんじゃないの？見てるよ。そうそうそう。みんな知ってる。立川優だ。いや、面白いですよ、ほんと。歌舞伎町警察じゃなくて、新宿警察署。おまわり笑ってんだぜ。まあ、そうでしょうね。あの、サイバーなんとか部とかあるでしょ、うんうん、警察に。あるある。それから目をつけられてるっていうか、うん、目つけてみたら面白くって。うん。だって、知らないでしょ、グレイのひさしわかる。わかるわかる。グレイのひさしが電話かけてくるくらいの放送中にファン。そうだよ。マジで？グレイのひさしさんが、うなちゃんマンファンなんですって言って。で、グレイの楽屋とかに招待したりとかっつって。いや、俺はよ、いや、ひさしさんよ。いや、そういうのは、いや。っていうのも動画に残ってるから。え、さ、見る見る見る。え、YouTube に、だから、グレイ、ひさしとか。ひさしだよね。確かひさしだよ、ね。うん。ひさしだったと思う。そう。ひさしさんから電話かかって。そういう人たちも発信って見るんだね。見るんだね。あれは笑ったよね。マジかっつって。アンチも黙るよ。まあ、これは、ドキュメンタリーね。情熱大陸ね。ありがとうございます、ほんと。あれは面白いよ。おまわりがビビってただろうな、久しは。いや、あの、多分全員ビビりましたよ。ていうか、ぶっちゃけ、ちゃんまもビビってたでしょ。えってならないですか？え、どんな感じなんですか？グレイの久しから電話かかってくると。え、マジかってならないですか？
なるでしょ。笑うよね。笑う笑う。大ファンなんですよ。ペラペラでラップできる。本人もビビるでしょ。英語もできる。嘘だと思う。いや嘘じゃないんだよ、そう本当なんだよ、うん、だから神回なんだよ、超有名で、インターネットもこのネット世界でこうみんな一番古いぐらい、すごい古くてずっとトップ走ってると。6秒動画あんたそれまずいだろ。まあまずいっすよ。ただのカメレオンを飼ってるおじちゃんじゃないんだって。カメレオン、カメレオンかな、飼ってなかったっけ。そう、あの部長さんって言って、あのなんだっけ、ダッツ、ダッツ、カメレオン飼ってたよ。カメレオン飼ってた、飼ってた。俺そこ知らない。カメレオン飼ってた、見たことある。知らないわ。え、それゲルベンじゃないので、あの KW の時にコオロギが逃げたとか言って、あー、見た面白かったよね。激おこだった。そうそうそう、コオロギが逃げたとか餌のやつでしょ、カメレオンが。勝ってなかったか。もうね、だってうなちゃんパンの話題だけで一晩話せるもん。面白い。いろんなの神回あるから、うな神回で検索したら勉強になる。あ、本当に。海宝さん、海宝はもう 家にあるでしょ。ムームーは、ムームーお家いいでしょ。お家お家、昨日渡したから。お家に飾ってあるよ。あ、面白いな。ムームービチビチだったけどね。やっぱ流行んなかった。ビチビチのパツパツで、あれ結構、うん、スカートにすれば大丈夫だった、うん、おー、ペイ若津久しぶり、ペイ元気、うん。カリスマさんとうなちゃんがいるって面白いよね。、うん、俺あれなんだよね、ちゃんまんのさ、 LINE さ、分かんなくなっちゃったんだよね。神田祭りの時とか LINE やらせてもらってたんだけど、俺減らして爆発したじゃん全部。シャンマンの連絡先分かんなくなっちゃって。シャンマン、また LINE 教えてもらえないっすか？あの、僕のふわっちのプロフィールに LINE の URL 書いてあるんで、僕ヘラってニコ生とか全部引退しようと思って、スカイプから何か全部爆発しちゃったんですよ。で、シャンマンの LINE 分かんなくなっちゃったんですよ。もしよかったら、あの、僕のプロフィールページに、あの、ふわっちの、あの、ID の URL あるんで。サンジャ怖かったっすよ。寝坊した時は死ぬかと思いましたね。ぶっちゃけあの、もう死んだと思って行きましたね。うん、今、ちゃんまいるよ。あい、あやいらっしゃい。サンジャブルりましたね。サンジャブルったのもあるし、あの、リアトツの多さにもビビった。200人ぐらいひっきりなしに、あの、いろんな人が来てて、スーパースターだなと思いましたね。そう、あの、全部消えちゃったの。全部消えちゃった。もしよかったら、ちゃんま、あの、LINE で、あの、なんか、またご連絡、あの、いろいろ、あるんで、あの、もしよかったら、あの、ふわっちのプロフィールページに LINE の URL クリックしてください。あの、よろしくお願いします。いや、200人、いや、2日間ですよ。2日間で200はいる、いたと思いますよ。配信者含めて。100ぐらいそうかな。いや、もっといたと思うけど。100ぐらい。まあ、100でもすごいと思いますけど。ねえ。三社祭りから東京来てないね、さんまね。さんまね。東京来てほしいよね。眠くなるか。なんかお酒入ってるし、酒弱いですね。そんな強くない、なんか普段さ、あ、そうだ、思い出した、お前酔っ払ったよ、なんかバーのオーナーにどうのこうのって言ったもん。バーのオーナーに告白しに行ったんだよ。あれどうだったの？ゲーム配信で、あれは結局振られた。でもね、ずるいんだよ、聞いて、ずるいの、ね、頑張ります、ありがとうございます。ずるいの、あのね、その、うん、好きです、前会った時に、あの、大好きっ
好き、愛してるってめっちゃ言われた。言われてたって言った。そう、めっちゃハグされて、あ、私愛されてると思ったら、そうなるぐらいなんて、好きですって言いに行ったら、YouTube ライブで。なんか、ここ、みたいな。酔っ払ってたの？え？酔っ払ってたの？そう、好きです。最初は、まあまあ。でもね、でもその日にでドンキ行ったり、一緒にドンキ行ったりとかして、でダーツで、でこっちでダーツを持ってもらったりとかして、でそのね振られたその当日みたいな、めっちゃバコった、バコってない、それでハグされて、また好きって言って、もうわかんないみたいな、それくらいいいみたいな、そういうの好きなんですよ、でも、振り回されるじゃないけど、振り回されるなんだろう、なんかそう女性ホルモンを分泌させてくれるのありがたい。あまあね、綺麗になるんですね。いや俺はちゃんまんとコラボするにはまだ5年足りねえよまだ4年目でもうすぐ5年目入るけど、10年やってからじゃん、10年やってもうちょっと実力つけてからじゃないと釣り合わないよ、無理無理。あの大型の企画とかでひな壇芸人とかだったらいいよ、ちゃんまんとやるときになんか端っこにいるぐらいだったら、人数いるときピンでコラボは無理よ、荷が重い、無理無理。ありがとうね、言ってくれて。まだレベルが違うよ、キャリアも違うし、もうちょっと力つけたらさ、ちゃんまんから。俺だって本当にちゃんまんきっかけでこの世界入ったんだよ、ちゃんまんに憧れて入ったんだよ、ウナになりたくて。足元にも届いてねえよ、まだまだよ。右の子って誰だろう、のんちゃん、エムバトで癒されてるでしょ右とか完全に解放でしょ。ええ、何やったの、右の子、右の子って解放のこと、解放配信者だよ、最近デビューしたふわっちの配信者、解放です、よろしくお願いします。たまこさんいらっしゃい、解放、解放、解放だよ、解放、解放、にゃ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 あ、そうそう、ケイブンさんだ、ケイブンさん会ったじゃん、あの、のんちゃん会ってみたいって言ってたよ、のんちゃん可愛い、ケイブンさんのんちゃん一回会ってみたい、座敷わらしみたいな座敷わらし巻くと、巻くと巻きようこ、ちょっと巻いて化粧も薄くすると巻きようこ、すっぴんでもそんな変わんないんだよ、目鼻だからメイクしてくれると嬉しいよ、やっぱりで怖いとか言うの、うん、アリス、アリス、アリス解放、のんちゃん、そう、バブちゃんいらっしゃい、解放の目印、これドリンクホルダーを腕に巻こう、ドリンクホルダーを腕に巻こう、女豚箱を止めるやつ、のんちゃん行く、それ聞いてみなよ、会計いくらか聞いて、あの山本さんに聞いてみればいいわ、そこはしょうがないよ、今会計いくらか聞いて、しょうがないし、比較してしょうがないし、見てるか分かって、お前よりこいつだ、いや、やだやだ、俺解放と過ごしたくない俺の部屋に行きたいんだけどって解放に言われたんだけど、うわー解放、うわー解放が今、いや、影的にちょっと厳しい、解放が今、俺の部屋で一晩過ごしたいって言ったから無理、うわ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 影的に厳しいんだよ、でものんちゃん若干ピキってるよ変な意味なくて、ちょっと
財布の関係で私行くから本気でやばいからだからノンタンも喋りたいし喋りたくない喋りたくない仲良くなるつもりなのに仲良くなった寝るも映えも石川も俺通過して超えていったもんな。いや俺は超えてないですよ。これから頑張りますよ。本当にバエさんにもやっと名前呼んでもらえたりとか、のりゆきさんにもやっと名前呼んでもらえて、それこそちゃんまんにもっすけど、それこそ覚えてます？ちゃんまん僕半年ぐらいの時噛みついてちゃんまんに伝達してて、お前誰だよこの野郎、おいてめえこの小僧がよ、あどうだかカズミちゃんが分かんなくてよって、やっとっすよ。もうすぐ5年目っすよ。明日だよ。明日5年目、明日5周年、配信始めて明日配信始めてあれだよ、4年目、4年が終わるの明日だ。だからちゃんまん見て放送を始めたのが4年前の明日っすよ。5年目入りますよ。だからみんな佐野っ子だよ。え、12年もやってんの？頭おかしいな、こいつ。12年も配信やってんのかよ。気違いだな。12年トップ走ってるってすげえな。それは神回多いわ。ノートパソコン、まあ、やめよう、たまごさん。あれは俺が悪かったんだよ。15年目っすか？すごっ。え、同期って、鮫島さんとか、永井先生とかっすか？永井先生、鮫島さんとか？だよね、多分、もう残ってるの。すげえな、15年だって。バケモン。アニバーサリーだよね、アニバーサリー。え、エセ関西って、エセって誰だろう？そんな長いんだ。エセ関西。エセ関西って古いの？あいつはだって、過疎じゃん。あ、そうなんだ。鮫島さんと永井先生は一回辞めてる時があるのって。ヒカルさん叩いたの私。長いのあれ。でもまあ有名だけどさ、最前線かって言ったらそうでもないじゃん。でしょ。俺だってエセ関西はあのやりまんとかいっつってさ、でやられちゃった人だと思ってる。サッカーボールになっちゃった人だと思ってる。すげえな、15年配信やってるってすげえな。そりゃまあ無理だわな。いやもうなんかよくしてもらってるな、本当に。何年ぐらいやってんの？あ、5年ぐらいはやってると思うんだけど、でもね、途中で2年ぐらいやめたりとか、1年ぐらいやめたりとか、結構とびとびな感じで。え、じゃあもうティーンの頃からやってたの？そういうこと。やば。10代の頃からやってたんだ。あれ面白かった、あの顔ドアップの高画質超笑った俺。顔ドアップのやつ腹抱えて笑った。あれ面白くなかった？俺この距離のちゃんまん初めて、ちゃんまんが初めてね、これくらいの距離で、おーおー、なんで笑ってんだよおいとか言って、すげー面白かったんだよね。顔がアップになるだけで面白いとかずるいよな。誰も抜けない。ハートありがとね、あゆのすけさん、ありがとう。ハートちゃんまん会いてぇな。ハートありがとう。何これ、どうやってやんの？うまくできない。ハートありがとう。ドアップ面白かったよね。花火で解放が踊ります。花火を投げてくれたら解放踊んの？踊るんだ。自信が踊る。解放ちょっとジャンプしてみて。おお。タイミング酔っ払ってんな。ちゃんまん今大阪で。上島竜兵の芸じゃねえかよ。ちゃんまん大阪。ありがとうね、愛之助。はい、でも。じゃあそろそろ皆さんお疲れ様です。
また起きたら配信つけるんでよろしくお願いします。皆さんありがとうございました。カリスマさんとチャンマンさんありがとうございます。チャンマンとカリスマさんコメント嬉しかったです。アリス最後にありがとうございます。最後にサービスショットしてアリス。私のサービスショット10万お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。